皆さんこんにちは、花です。今日は私の一軍コスメを皆様にご紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは今日は一軍コスメなんですけれども、一軍コスメって選ぶときにやっぱすごい悩んで、で、一個だけ気をつけたことがあります。それは大事な時にこのコスメたちを使うかどうかなんですよ。例えばデートの時とか大切なお仕事があったりとか、まあ、いろんな場面があると思うんですけども、そういうここぞという時に、なんだろう、自分を可愛く見せてくれたりとか、あとは持ちがいいとか、なんか全てにおいて信頼できるコスメなのかな、大事な時に使えるコスメなのかなっていうのを考えながら、今回一軍コスメをババババババッと集めてきました。ってことで、ちょっと結構量があるんですけれども、最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速、まずはベースメイクからいきたいと思います。まずはファンデーションなんですけれども、ファンデーション一つ目はこちら、資生堂シンクロスキンティンティッドジェルクリームです。これは今日も使っていますし、私の動画で結構登場しているので、ご存知の方も多いと思います。カバー力は本当に確かにないです。ただ、すっぴん風に綺麗なお肌を作ってくれる、すごくナチュラルなお肌を作ってくれるっていうのと、プラス私の中ではこれ結構持ちが良くて、下手したらお化粧なしゼロの時もあるんですよ。でもこうカピカピするっていうわけでもなく、一日中快適に過ごせて、なおかつ本当にヘルシーなナチュラルなお肌が作れるっていうので大好きで、もうずっと使ってます。基本的に毎日これを使ってます。デートとかもあんまりこうしっかり私はしたくないので、どちらかというとなんか隙があった方がシミとか全然見えてるんですけど、なんかそっちの方がいいのかなと思って、結構これを使うことが多いです。で、これだけじゃちょっと足りないなっていう時に、本当に少しだけエスティローダのダブルウェア足したりとか、別のファンデーションを足してこう混ぜて使うことがあって、でも基本的にはこれをベースでずっと使っています。スタジオファンデーションもこれ一つで賄えてしまうので、その点もすごく手軽でいいなと思って大信頼を置いてるファンデーションです。コンシーラーは一つだけです。想像つく方もいらっしゃると思いますが、ナーズのラディアントクリーミーコンシーラーのカラーはマカダミアを使用しています。目の下にも使えますし、シミとかニキビ跡とかいろんなところにこれ1個で対応してくれるので本当に大好きです。で、割としっかりとしたテクスチャーなんですけども、あんまりこう緩すぎずっていう感じのテクスチャーなんですけれども、ブレンドしやすいし、で、さっきも言ってたようにちゃんとカバーしてくれるので、その点も大好きで、ずっと使っています。本当万能なコンシーラーがこれだと思います。パウダーのまず一つ目はこちら、NARS のライトリフレクティングセッティングパウダーのルースタイプのものです。これもね、もうずっと動画で最近紹介してるのでご存知の方も多いと思います。まず一つ目、好きなところは、本当にサラサラする。お肌がサラサラする。そして、このパウダーを使うと持ちがとっても良くなるんです。結構ね、いろんなファンデーションで検証してみたんですけども、このパウダーを使ってる時と使わない時のファンデーションの持ちが全然違うなっていうのを最近すごい実感していて大好きです。で、3つ目、お肌にソフトフォーカスをかけたかのように本当にいろんなものをぼかしてくれる、で、お肌を綺麗に見せてくれるっていうのもすごく魅力で、もう大好きですね。これはね、もうずっと使い続けたいなって思うパウダーです。そしてもう一つはお化粧マッシュのパウダーなんですけど、それが RMK のプレストパウダー N という、こういうコンパクト状になっている、パウダーで、下に、じゃじゃん、こうやってブラシがついています。で、これのいいところは、なんかね、お肌がすごく綺麗に見えるんです。お化粧直しの。で、お化粧直しの回数が減る。まあ、最悪、お化粧直ししてもこれ1回で済む。あんまこれを3回も4回も塗り直したことがないっていうぐらい、私の中ではすごくお化粧直しに向いてますし、変なこのカバー力とか厚ぼったさとかもなくて、すごい大好きです。で、中にこのね、ちょっとパールが入っているパウダーが配合されているので、これを混ぜることによって、このナチュラルなツヤ感とかも演出してくれますし、中にこうやってね、ブラシが入っているっていうのもすごく魅力的で、お化粧直しを最近ずっともっぱらこれを愛用しています。そして次はブロンザーと行きたいところなんですけども、ブロンザーの一軍コスメがなくて、割とこうみんな同じで、その日の気分によってパッて取ってつけるっていう感じなので、ブロンザーは割愛します。その代わり次チークに行きたいと思います。チークはこちらベネフィットのダラスです。とっても使いやすい色なんですよね。ブラウンとピンクっぽい感じの結構コ
濃い色なんですけれども、とっても使いやすいカラーです。あとちなみに言い忘れてますが、今日全部一群コスメで一応メイクしてるので、今日もこれ使っています。で、本当にどんなアイメイクでも、どんなリップを持ってきても、これがしっくりくるというか、一番何も考えずに使えるし、間違いないカラー、変に浮くこともないし、逆にこうなんかチークつけたら大丈夫、血色悪いよっていう感じもないし、なんだろう、何も考えずに全信頼を預けられるチークのカラーだと思っていて大好きです。で、これに似たチーク、よく質問来るんですけども、ニックスのベイクドチークのちょっと色合わせ、多分11番だったと思うんですけども、分かったら下に書いておきますが、それもね、結構このダラスに似て、何もこう考えずに使えるような色味なので、気になる方はそちらもぜひチェックしてみてください。そして次はハイライターです。ハイライターはこちら3のシマリンググローデュオの1番なんですけれども、こちらのハイライターです。私ハイライター大好きで、いろんなハイライターを持ってます。基本的にはこうピカーンとする、本当にミラーボールみたいなハイライターが大好きなんですけれども、でもまあ大事な用事とか、なんだろう、こうしっかりしたい時って、割とこうお肌に溶け込むようなナチュラルなハイライターを好んで使うことが多くて、とりあえず一番信頼してるのはこれです。で、クリームなんですけれども、ツヤ感見ていただけると分かる通り、とっても綺麗ですし、パウダーみたいなこう塗りました感とかっていうのがなくて、こう横向くとつるんって見える、本当にお肌自体がナチュラルにつるんって見えるようなハイライターなので、こちらも大信頼を置いています。それでは次はカラーメイクに移っていきます。まずアイブロウはこちらセザンヌのブラシ付きアイブロウ繰り出しというアイブロウペンシルで、これも私の動画で本当にずっと登場しているので、最近ご存知の方も多いと思います。とっても描きやすいですし、このブラシのクオリティが大好きなのでずっと使ってます。これ1個で眉メイクが仕上がるっていうのも大きな魅力だと思います。そしてアイブロウマスカラはその時の髪色によっていろいろ変えていて、ご存知の通り私本当に頻繁に髪色を変えるんですね。で、今のところだったらこれかなと思って今日はこれを持ってきました。これはケイトの 3D アイブロウカラーの BR1 番です。ちょうどいい抜け感も出ますし、なんといってもブラシがすごく塗りやすいんですよね。なんかこう先がね細くなってるようなブラシなんですけれども、短い毛までしっかりとキャッチしてくれて、一本一本しっかり染まってくれるっていう点もすごく大好きで、この2つをアイブロウは私は一群に選びました。次はアイシャドウプライマーです。アイシャドウプライマーはウェット&ワイルドと思った方もいらっしゃると思いますが、今回はウェット&ワイルドじゃないんですよ。選んできたのがこちら、ナーズのアイシャドウプライマーを今回は選んできました。ウェット&ワイルドはなんで一群にならなかったかというと、あれちょっと扱いがめんどくさくて、綺麗にちゃんと塗らないとここら辺にアイシャドウプライマーが溜まっちゃったりするんです。で、ムラなくしっかり伸ばせばいいんですけども、ムラがあって溜まっちゃった場合、それがなんかすごい不自然に残るというか、なんか何かを重ねたみたいな感じで、うまく表現できないんですけども、とりあえず汚いんですよ。で、やっぱこう大事なメイクの時ってそういう失敗とかをしたくないし、安心して使えるアイシャドウプライマー、なおかつ長時間しっかりと持って、この私の油田まぶたをどうにかしてくれるアイシャドウプライマーが一番いいなと思ったので、一群はこちらを選びました。そして次はアイシャドウなんですけども、アイシャドウも2つあります。まず今日使っているアイシャドウがこちら、ケイトのフォルミングエッジアイズの BR1 番。これはね、何回も言いますが、ミライちゃんに教えてもらった大好きな大好きなアイシャドウです。とりあえず真ん中のカラーが大好きなので、もうずっとこれを使っています。この真ん中のカラーをアイホール全体にのせとけば、まずメイクはなんとかなりますし、結構ね、いろんな場面に使えます。ラメも綺麗なんですけども、いやらしいギラギラなラメではないので、お仕事の時にも、それこそデートの時にも、友達と遊ぶ時にも使えるアイカラーっていうのがすごく大好きで、もうね、とりあえずメイクに迷った時で、なんでもなんかちょっとメイクしたいっていう時はこれを必ず手に取っていて、で、すごいなんだろう、評判もいいですし、周りのこのアイシャドウつけてる時すごいお目目が優しく見えるってこの前友達に言われて、まあ、それぐらいナチュラルにしっかりと持ってくれるコスメなので大好きですね、これは。そしてもう一つがこちら、トムフォードのクリーム&パウダーアイカラーの、ネイキッドブロンズというアイシャドウで、
下がクリームアイシャドウになっていまして、フォーカスあったかな、合いましたね。上がパウダーなんです。でこれがラメなんですよね。こういうアイシャドウです。これはしっかりとメイクをしたいけど、メイクするのめんどくさいし、考えるのめんどくさいしっていう時とかに本当に使えますし、もうここぞという時、例えば時間がないけどしっかりメイクはしなきゃいけないっていう予定の日とかは、もうこれをね必ず取るから、もう信頼しきってる。このアイシャドウ2つは本当何も考えずに使えるっていうのが私の中のアイシャドウの大きなテーマで、それを叶えてくれるアイシャドウで、もう本当に大好きで大信頼を置いています。そしてアイライナーはもう想像がつくと思います。ペンシルはラブライナーのペンシルのブラウン、そしてリキッドはセザンヌのこの極細アイライナーのブラウンです。私結構ブラックをつけると目がきつくなってしまうので、アイライナーはここずっとブラウンなんですけれども、まずラブライナーのペンシルは本当に描きやすい、スル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 描けるんですが、こう擦ったらびくともしないっていう点が大好きです。で、粘膜に引いても下まぶたに私の場合は映ることもないですし、本当安心して使えるアイライナーですね。で、ぼかしも効くのでとっても使いやすいです。で、このセザンヌのブラウンのアイライナーはブラウンすぎずでもブラックではないっていう、しっかりと締めるとこ締めてくれるっていうリキッドアイライナーなので大好きですし、もちろんこれも私はあまり落ちないし、本当に万能に使えるし、なんといっても安いのでね、もうそれもすごく大きな魅力だと思います。そしてマスカラなんですけれども、 MAC のオート&ノーティーって言いたいところなんですが、最近ちょっとお休みをしていて、マスカラがあまりにもありすぎて、で MAC のオート&ノーティー使ってないので別のものを紹介したいと思います。それがこちら SUK の、マスカラベースとボリュームカールブラックというマスカラのこちらなんですけども、 MAC を使ってる時も必ずここぞという時はこれを使っていました。下地にこれはね、ほんと一本一本を綺麗にセパレートに、そして長く繊細に見せてくれるマスカラで、たとえどんなに微妙なマスカラでもこれを下に仕込ませとけばとっても綺麗に見えるっていうので大好きです。特にマスカラベースは本当にまつげ一本一本を綺麗に見せてくれるので、例えばデートの時とか至近距離で見られても怖くない、まつげ持ってますよ感があんまり出ないので、その点も大好きですし、本当にこれもね心の底から信頼しています。まあ、どうにかなる、この2つを下に仕込ませとけばどうにかなるっていうのが私の中ではあるので大好きなマスカラたちです。そして最後はリップなんですけども、リップも2本あります。まず1つ目、今私が使ってますイブサンローランポリプテウォーターカラーバームの11番というカラーです。こちらはなんだろう、すごい大人っぽく見える、赤ではないんですけども、でもしっかりリップメイクをしましたよっていう感じが出る、リップでとっても大好きです。一群に選んだアイメイクとかチークが結構こうナチュラルな感じなので、こういうのを持ってくると一気に華やかになるというか、バランスが取れるなと思って、私は結構ここぞという時はリップで遊ぶことが多いので、これを結構使うことが多いです。例えばお仕事の時もなんかしこうちゃんとしたように見えるし、もちろんデートでも使えるし、で一番大きな縦じわが気にならないし、潤いもあるし、あと落ちにくいっていうのも大きな魅力だなと思って今回これを選んできました。そしてもう一つは、これもミライちゃんに紹介してもらってずっと好きなんですけども、リトルレディリュクスオールインワンルージュの5番ヌーディーレッドというカラーです。これも赤なんですけれども、ちょっとベージュが入った赤なので、こうこなれ感が出てすごくいいカラーですし、比較的どんなメイクにも合うので大好きです。これ一本でこれもツヤ感も出ますし、ティントっぽいので色持ちも結構良くて大好きなリップです。以上が私の一群コスメたちになります。皆様の参考になれば嬉しいです。皆様もぜひこれはっていう一群コスメあったらコメントで教えてください。私もチェックしてみます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の更新になりましょう。バイバーイ。